サラーム、どうもティムです。ということで今回は新ヒーローディギの能力を徹底解説していきますので、ぜひね最後までご覧ください。ということでですね、新ヒーローについてなんですけど、個人的なね意見が含まれていますので、そこだけねあらかじめご了承ください。はい、ということでまずはね、ディギどんなキャラクターなのかというと、己の形を自由自在に操作する能力を持っている、そんな不思議な力を持つヒーローです。で、ディギーの扱う武器は超近距離特化の2連式散弾銃ということで、ショットガンを扱うキャラクターとなっています。まあこれはね、ビクターとかのショットガンと同じで、近くにいる敵だと火力は上がるし、中距離遠距離だとなかなかダメージを稼げないといった、まあそういったね武器ですね。で、やっぱりね、近距離の場合は問題なくね火力は出せるんですけど、2連式散弾銃ということで装弾数がね2発しかないんですよね。これがね、ディギーの最大の弱点だと思っていて、まあ装弾数がね少ない上に、さらにはね HP も5500ということで体力も低いんですよ。なのでリロードがいくら早いとは言っても、まあビクターとかのタンクキャラと対面するのが結構ね苦戦するんじゃないのかなと思います。しかしですね、通常スキルなんですけど、通常スキルが魚に変形してアリーナ中を泳ぐことができるスキルで、よく見たら変身が終わったら近くの敵にダメージを与えて、さらにはね減速効果を与えるんですけど、それ以外にもパッシブによって変身中は HP 回復する仕様となっているので、近距離に詰めてダメージを受けたとしても通常スキルで回復しつつ一旦引いたりといったね素早いヒットアンダーウェイが可能になるので、このね通常スキルをうまく使えると、さっきはねちょっとタンクキャラ厳しいんじゃないのかなと言ったんですけど、もしかしたらねタンクキャラも圧倒できるポテンシャルを秘めているんじゃないのかなと思いました。さらにはね、この通常スキル、クールタイムも短いんですけど、何より通常スキルを最大に2個持つことができるので、言ってしまえば攻める時に1回、そして逃げる時に1回ね、確定で使えるので、結構ね、厄介な使い方ができるスキルだと思います。ちなみに、この変身中はね、ダメージを受けるので、このね、ディギーを扱う上では、やっぱりね、HP 面を意識して立ち回るのが、非常にね、大事になってくるキャラクターだと思います。そして次にスーパースキルは4回ジャンプし近くの敵にダメージを与えつつノックバックさせるスーパースキルで、これね見た感じめちゃめちゃ強そうですよね。で、まあ実際にめちゃめちゃ強くて、ウルト発動中は攻撃はね受けるんですけど、変身中なのでパッシブ効果がついて HP 回復できる上に、こんな感じのね縦横無尽に動かれたら敵もね弾がね全然当てられないと思うんですよ。もしね敵がめちゃくちゃ上手くて弾をね当ててきたとしても、スキルによってダメージ軽減も発動しているので、ウルト発動中はほとんどの場合ね無敵で暴れ回ることができると思います。はい、という感じのねキャラクターになっているんですけど、このキャラクター強いのか弱いのかというと、まだ実際に試合をねしていないので強いのか弱いのか断言はねできないんですけど、個人的な意見を言うと結構ね強いんじゃないのかなと思います。理由としては主にね通常スキルですね。この通常スキルは攻めるときや逃げるとき、そしてね前線復帰するためにといった、本当にねいろんな使い方がある万能性がある上に、どんな状況下でも最大限の力を発揮してくれるので、まあ例えば攻めるときには敵をね減速効果を与えていたり、敵からダメージを受けて逃げるときには HP 回復もねできるので、そこがねかなり強いなと思いました。またこの通常スキルによってヒットアンドアウェイできる上に、ディギーの扱う武器のショットガンがめちゃめちゃ高火力なので、本当にねどちらも近距離に特化しているので、かなり相性が良くて強いなと思いました。で、スーパースキルに関しては、まあ見てもらうと分かる通り、もうね止める方法がないですよね。おそらく現環境のキャラの中でもトップに入るぐらいのねスーパースキルを持っているので、通常スキルだけではなくスーパースキルもね本当にね全能力全て強いと感じました。で、ディギーのね弱点を挙げるとするなら、武器の装弾数が2発で、さらに HP が低いので、近距離特化にしてはそこがねかなり弱点だと思いました。ですがね、この面に関しては一応ね通常スキルをうまく使うことで緩和されると思うので、そこまでね弱点と言われるほどの弱点ではないのかなと思います。で、次にディギーはねショットガンを扱うので、エリーやシュンといった空を飛ぶキャラクター、ああいうねキャラクターと対面した時は結構ね苦戦するんじゃないのかなと思いました。また当たり前ですが、近距離にね特化しているので、敵に中距離や遠距離っていう距離感をね取られてしまった場合、本当にね何もすることができないので、通常スキルなどねうまく使っていかないとキルがねそもそも取れないキャラクターになっていると思うので、どの能力も強いはね強いんですけど、見た目以上にねプレイヤースキルがいる、そんなねキャラクターだと思いました。で、最後に能力とかね全く関係ないんですけど、
見た目についてね、さらっと触れておくと、めちゃめちゃセクシーな上に、見方によっては可愛い感じになったり、かっこよくも見えるね。そんなね、新キャラクターなので、ディギーの評価は海外でもめちゃめちゃ人気が高いので、おそらくね、日本でも同様に非常にね、人気が高くなるキャラクターだと思いました。そんなね、新ヒーローディギーは6月9日に登場予定ということで、まだね、どうやって入手するのかわかりませんが、ぜひね、皆さんゲットして使ってみてください。はい、ということで今回はね、新ヒーローディギーについて解説していきました。個人的に機動力が高い超近距離型のキャラクターの登場はかなりね、嬉しかったんですけど、皆さんはね、このディギーの登場どう思いましたか？またこのディギー強そうとか、思っていたよりは弱そうとかね、まあね、いろんな意見があると思いますので、ぜひね、その意見をコメントに書いてくださると嬉しいです。これからもですね、 T3 アリーナの動画たくさん出していきますので、ぜひね、チャンネル登録して見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。またグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。さらー。